スーパーマグネチックミーミーパート3のその2です。そう言っておこう。パート3の2と言っとくこれをパート4とは呼びたくない。2回目、不甲斐ないプレイを見せてしまった。まるでこれじゃアクションが下手みたいじゃないか。俺がアクションゲームが下手なように見えてしまう。黙ってたからって別にうまくいくわけではないな。黙ってプレイしてたからってな。この金のコイン、うまい。うますぎる。ちょっと処理落ちするね、ちょっと。いけー！戦隊もの、戦隊アクションもの、戦隊の合体ロボみたいな、そういう一系だ。5人に合わせてこう必殺技をする、そういう一系だ。今一系だ。今の取れたんだな。ここがまたな、実は難所でしょ？難所でしょ？難所でしょ？と視聴者に言ったよね。たまさか。すっごい滑るからあの氷。氷のここ、これ。こんな滑っていいのというぐらい滑る。いいよ。ちょっとこのちょっと十字キーを動かしてぐらいだと全く動かないという、止まれるぐらいで、ちょっとそっからさらに傾けると一気に進む。どんな物理演算してるんだこれ。あそこは大胆に行った方がいいね。大胆に。今度は雪だるまの頭。今度は雪だるまの頭。すごく良かったよな。これもう。今の風でいく。今の風でいかせていただく。助けてくれー。スーパーマグネチックニューニュー、助けてくれ。殺しに来ている。ニューニューと書かれた文字として非常に恐ろしい顔をこちらを見ている。狂気だろこれ。ほんまもうこれまだ3つ目のステージだからね。一面の3だぞ。1の3だぞ。マリオの5の何歩とかそういう話じゃねえよ。またマリオの例え出してる。スーファミのマリオはやったことがある。家にあった気がする。捕まえた。まだ3面だぞ。3面でこの。あれは当たったら死ぬ。
取れねえ。ここまではまあ死ぬことはねえな。こっからも多分死ぬことはねえ。こっから次の。だからこのちゃんと走ってるかどうかは。すげえよ。駆け抜けれるかと思ったんや。今駆け抜けれるものなのかなと思って。それを試そうと思った。死ぬか今ので。安定残ってたか。じゃあこっち行きゃいいんだね。こっちの方を。かわした。かわせた。かわせたとね、株の値動き。このね、天涯孤独な感じがどうにもならん。一人で戦ってる。この敵ばかりの世界で。これがどうにかならんか。孤独感すごい。今の1アップ取っとけばな。もう死んだ方がいいんじゃねえかな、ここまで来たらな。ここまで来たらってか、この状況ではさ。要所要所にね、1アップ置いてあるのよ。ああいうポイントにね、絶対取れるところに1アップがある。無理しなくても1アップは取れるようになってる。それがなんか逆に、うおー、今の1アップを取らせなかった。取れなかった。走駆け抜けていきます。やめたい。これはもうやめたい。見てくれこの邪悪な顔。精神を犯しに来てる。踊ってるよ。精神を犯しに来てる。ギャルゲーしようかな。もう鍛えとかやろうかな。鍛えとかやろうかな。行こうなんなら北へ行こうなんなら春の夏の冬のね胸踊る北へスキップスキップ北へっつってな。おーいおーい、そこで死ぬのかい。ホタテおいしい、なんたらおいしい、胸踊り来た、エスキップなな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 なと。ジャンプが取りたいんだが取れないんだよ。取れないんだよ。取れないようにできてるんだよ。今の ID カード取れないだろ、今の取り方じゃ。期待がやりてえな。もう期待見えてんだけどな、横に置いてる人の。ドリームキャストのさ、ソフトいっぱい置いてんだよ。手も横にさ、そのゲームやってる横に持ってきてさ。基本的にあんまりアクションゲームもロールプレイングのゲームも得意ではないから、どちらかというとギャルゲーとかシナリオ系とかのゲームなど、あのシミュレーションゲーム。取れた、よかった。ほのぼのしたゲームがやりたいです。あと野球のゲームの後焼きつく。基本的にドリキャス焼きつくずっとやってたから。うおー、つったまたか近づく。今のさ、黒のやつ取るぐらいだったら金のメダル2つ取った方が、取って死んだ方が良かったよな。ここはもう慎重に行かん方がいいんだよ。もう足跡だけが今残ったね。雪面に2つの足跡だけが残った。よしよし。ふう。
スとかないんかな。またピピピピだ。なんかあんのかな。あ、もしかしたらなんかこういうところでさ、なんかシークレットカードみたいなのが手に入るんじゃないかな。はい、ピピがなんか合図になってさ、こうか、こうだ。そういうの知らせてくれてんじゃないかな。どうでもいいことだな。信じられないと思うけどな、こういう風なあのイージーなところはさ、当たった。こういう風なイージーな崖はさ、ギリギリのところでさ、滑り止めがあってさ、滑り止めじゃないわ、手をかけてよじ登ってくれるんだけどさ、もう雪のところだけはさ、手かけて登ってくんないんだよ。そのままつらーっと滑って死んでしまう。頭おかしいぞこいつ、ほんとこのゲーム作ったやつ。多分この3面で多くの人は投げてると思う。助けてくれ、助けてくれ。スーパーマグネチックニューニューの1-3クリアするまで服役。懲役スーパーマグネチックニューニューの1-3クリアする。ここで1アップ取れれば挽回できる。何の挽回なのか知らない。このゲームを発狂できるやつは今発狂しなくてくどこに今判定が残ってたの。発狂せずにクリアできるやつは今そんなもんさ。精神修行に持ってこいだな。決して爽快感はないよ。徐々に慣れてはきているんだ。速さかな。速くなれば面白いかもしれない。ちょっとね、あの話すのが遅かったね、今はね。話すのが遅かった俺が悪かった。今突っ込みすぎて、もしかしたらこの氷の範囲になったら死ぬところだ。そういう際どいシーンだって。こういうところで焦ったらいけないから。これ絶対キャップ取りたいからな。うわ、よし、ここ大事。慣れてきた。なんでだよ、もうやだ。今のだってさ、赤いやつがさっさと捕まってくれたら終わったんだぞ。これが逃げるな。これ何回もここで死んでるな。あのここなんかあるんだな、多分来るたびにビビって言ってるの。なんかあるんだろうなと思いつつ、可能性があるとしたらさっきの赤いやつが来るの。
これ持っていくしかないよな。これ持って何か壊すか。雑念、雑念があった。ああいう雑念に身を落としてはいけない。全部取っていくよ。ここだな。そんな難しいように見えんのだけどな。なんでだろう、なんであれがクリアできないんだろう。一枚一枚のコインが非常に大事。でも向こうのやつを取りに行かないぞ。な、向こうのって手前に、お、さっき雪だるまの前にあったやつな。あれ取りに行って死にたくはない。もう滑る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 。なんでだろう、視点動かしとかできないんだよな。よし、やっと。滑る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 、よし、来た。頑張れ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 。処理落ちしてる。どれほどこの1アップが大事かだな。で、ここから先に行けてないんだな、まだ。よし、行けてたよ。行けてないんだなって今言ったけど、行けてたよ。見えてる、ゴールもう見えてるぞ。あれ登って早く。よっ、登って早く。よし。掘り出し物って何なんだろう。今まで一度もその掘り出し物とかいうのを手に入れられてないが、やっとクリアできた。チャレンジボーナスステージ。もういいよ、疲れたよ。風呂入って休もうぜ。木でスタートさせてくれるっていうのかな。別にそういうわけでもいいんだろ、これ。お手のものですね。お手のものですね。90ゲットゼビー。よし。ゆくゆくはボスとかとも戦うのかな、これ。とてもそういう世界観に思えないけど、でもまだ、敵の幹部と戦ってないよな。ちゅうことで一旦、